はい、どうも、これ、スキンゲーのトラキシです。今季、ドーピングでね、使用して、出場停止処分になったね、広島のバティスタ選手がね、保留者名簿に記載ってことで、広島球団がね、これに関してはね、様々、いろんな意見があると思うんですよね。僕個人の意見、あくまで僕個人の意見ですけども、なんていうんかな、全然処分はね、解雇とかじゃなかったし、半年間の出場停止処分、6ヶ月の出場停止処分やったってことでね、全然その来季契約するってことに関しては広島球団の自由やとは思うんですよ。自由やとは思いますけど、やっぱりなんかそのなんていうんかな、いろんな意見があると思うんですよね。やっぱいろんな意見があると思うんで、それに関しては。シーズン入った時、バティスタ選手出場できるやんかとかな、いろいろあると思うんですよ、やっぱり。だからこそね、やっぱ僕も確かにそういうのはなんか甘々やなって思うし、確かに。そういう意味ではね、やっぱり、広島球団がね、何らかの処分というか、例え話ですけど、例えば、半年間の出場停止だったりとか、半年間というか、前半戦の出場停止。オールスターブレイクまでの出場停止とか、1ヶ月の出場停止とか、何らかのね、処分を広島球団独自でやってもらえたらなっていうにはやっぱ思いますよね。じゃないとね、やっぱ納得せえへん人とかもやっぱいてると思うし、そういうのはね、やっぱ思いますよね、正直ね。やっぱ、フェアにプレーしてない、って言われて、もうおかしくないんでね、薬、ドーピング使ったってことでね、ってなってくるとやっぱりね広島球団独自で契約するのは自由やけど、やっぱそういうのやってもらいたいなっていうのがね、僕の正直な気持ちですね。これがね、阪神の選手でも僕は同じこと思うし、やっぱみんながね納得する形でね、バティスタ選手の処分下してほしいなと思うし、正直こういうふうにやったかやってへんかどうかじゃなくてね、処分が決まった以上は、別に契約するのは自由やけど、やっぱ、何回も言うけど、広島球団独自が処分内容をね、しっかりとね、球団でね決めてほしいというか、そういうの気持ちはありますね、正直ね。バティスタ選手の今後の動向もね気になりますけども、またね、何かその動向続きとかあったらね、また動画にしたいと思います。それでは以上でこの辺で終わります。ありがとうございました。